ジル・バンショアは、ネーデル・ラントの作曲家で、ブルゴーニュ学派初期の一員。15世紀初頭で最も有名だった作曲家の一人。同世代のジョン・ダンスタブルや、ギオーム・デューファイの影に隠れがちではあるものの、バンショア作品はしばしば他の作曲家たちによって、作曲の素材として借用されたり、引用されたりしていることからすると、おそらく同時代の誰よりも影響力の、 大きい作曲家だったに違いない。呼び名は出生地のバンシュにちなみ、中世フランス語でバンシュの人の意。1419年にモンスの聖ボード流協会のオルガニストに就任し、1423年よりリールに転住この頃には、オケゲムによるバンシ書は追悼のモテットの一節に、ほのめかされているように、おそらくブルゴーニュー公国か。 イングランド王国の作法ー白、ウィリアム・ド・ラポールに従軍していたらしい。バンショアは15世紀の最も優れた旋律家とみなされてきた。入念に作り出された旋律戦は歌いやすくてすこぶる覚えやすい。バンショアの旋律は数十年経っても模倣され続け、しばしば後代の作曲家によるミサ曲において素材として流用されている。 ヴァンショア作品のほとんどは宗教曲の場合でさえ輪郭が単純明快で時に禁欲的ですらある。ヴァンショアの作風と前世紀のアルススブティリオルの極端な複雑さとの間にそれ以上の対照性を認めることはたやすくない。ヴァンショアの世俗歌曲の多くはロンドロンドで構成されている。 だが、バンショアが簡潔な優接形式で作曲することは、滅多になく、むしろ韻文のリズムパターンからはほとんど自由である。バンショアは、宮廷のために、恋愛や騎士道を歌った、世俗歌曲を作曲した。これらは、ブルゴーニュ校の期待にたがわぬ出来で、明らかに、ブルゴーニュ宮廷で愛好された。現在も古学界に影響力を持つアンサンブルジル、バンショアは、彼の名にちなんでいる。 真理不詳作は割愛。ありがとうございます。